血管先行と中心蒸脈カテーテル。中心静脈カテーテルの挿入が適切に行われなかった場合、周囲の構造に損傷を引き起こす可能性があります。例えば、カテーテルの先端の変異により血管先行が発生することがあります。幸いなことに、血管先行はごく稀な合併症です。 中心静脈カテーテルで発生する先行はわずか10%と言われています。ただし、実際に血管先行が発生した場合は、手遅れになるまで発見されないことが多いです。これは危険な状態につながる場合があります。そのため、この記事では血管先行とその発見方法を説明したいと思います。 中心静脈カテーテルの種類。これらのカテーテルは、心臓に近い最大の中心静脈まで伸びるように設計されています。カテーテルのサイズ、長さ、チャンネルの数は、用途に応じて異なります。基本的に、バスキラーアクセスのカテーテルの主なタイプは下記の通りです。抹消挿入中心静脈カテーテル。 これは、腕や足の静脈から心臓に近い最大の静脈まで伸びる長いカテーテルです。また、カテーテルの先端が比較的大きな静脈に留まるように配置されている場合、密度ラインカテーテルとも呼ばれます。しかし、あまり大きな静脈には伸びないようになっています。ヒトンネル型カテーテル。 トンネル型でない中央カテーテルは、より大きな光景を有する場合があり、比較的大きな静脈に配置されることを意図しています。これには、ケーブ、首、またはネズミケーブの代替静脈などの静脈が含まれます。トンネル型カテーテル。このタイプには、組織の成長を刺激するカフが効いていて、それが体内の適所に配置されます。 トンネル型カテーテルには様々なサイズと種類があり、安全性と挿入の容易性が主な特徴です。カテーテルポート。これは小さなリザーバーに連結されたカテーテルで構成される永続的なデバイスです。血管先行のリスク。基本的に血管先行に関する最適な診断検査は、 コンピューター断層撮影です。中心静脈カテーテルに直接関連するリスクには2つのタイプがあります。挿入中に発生するもの。デバイスが体内にある間に発生するもの。リスクの一部は次の通りです。カテーテル挿入直後の石灰部の感染。出血。 気または肺の脱を引き起こす可能性ののある胸部内の空気蓄積。これは、胸部または頸部の静脈にカテーテルを挿入するときに発生することがありますが、腕の静脈では発生しない。稀に、カテーテルが静脈ではなく動脈に入ることがあり、この場合、医師はカテーテルを抜く必要がある。多くの場合、 動脈は自然に治癒するが、結果的修復が必要になることもある。血管穿孔による感染。中心静脈カテーテルを使用すると、後に2種類の感染が発生する可能性があります。カテーテル挿入口での皮膚感染。血流中の感染。カテーテルが皮膚に適切に取り付けられなかったとき。 誤ってカテーテルが抜け出てしまうことがあります。このような場合は、滅菌包帯で石灰部位に圧力をかけ、できるだけ早く一緒に知らせる必要があります。また、バスキラーアクセスのカテーテルの中がで詰まる可能性もあります。工業決済で血栓を処理することもできますが、時にはカテーテル自体を取り除く必要があります。